ケリマネは、モザンビークの都市。人口19万2876人。モザンビーク中部の港湾都市で、モザンビーク海峡から、クアクア川を20キロメートル遡った地点にある、ザンベジア州の州都、港湾施設のほか、空港を有する、主要部族は、シュアボ族。ケリマネの名称は、現在も近郊に残る地名で、耕すところを意味する、 カリマニに由来する。10世紀頃には、イスラム化したスワヒリ商人たちが街を建設しており、季節風に乗ってやってくるアラブ人商人たちと金や奴隷の交易を行い、インド洋経済圏に組み込まれていた。1498年1月25日、バスコダガマ率いるインド航路開拓の探検船団が、ケディマネに上陸し、約1ヶ月間滞在した。 ここがインドとの交易圏に含まれていたことから、ラガマは探検の再先が良いものと考えて、蹴りマネが面している、クアクア川を、吉祥を意味する、ボンスシスナイス川と命名した。また、準備していた、いくつかの石碑のうちの一つを加工に建てた。探検の途上に死亡した乗員も、蹴りマネに埋葬された。蹴りマネはその後のポルトガルのインド洋への進出の、 重要な気候地の一つとなり、1544年には、ケディマネに、工場的な交易拠点が築かれた。その16世紀中頃には、アラブ商人から交易の独占権を奪い、この地域は事実上のポルトガル領となった。その後もこの地方の交易の中心として引き続き、栄え、特に奴隷の主要な積み出し港となっていた。1844年、 ケリマネからテテにかけてのザンベジ川流域を中心に生物学調査を行っていたドイツの動物学者ビルヘルム・ペータースがケリマネの湿地で新種の廃業を発見した。報告はベルリン大学のヨハネス・ペーター・ミューラーへと送られ、ミューラーによって学会に発表された。ペータースによる学術調査は生物学的な成果に止まらず、ポルトガル語の教育を受けた。 現地住民の協力のもとに周辺の部族の言語を多数記録して言語学にも貢献した。1856年3月2日にはデビッド・リビングストンがこの町で2年6ヶ月に及んだ第一次のアフリカ探検を終えている。さらに、リビングストンは一旦イギリスに帰国した後、1858年にケディマネのイギリス領事として赴任した。二十世紀に入ると、 ドイツ人の入植者たちがサイザルアサのプランテーションを建設し、さらに農園開発が進んで茶やコプラなどの輸出品が生産された。1978年から2007年まで日本の水産会社のマルハがエビ漁の拠点を持っていた。ありがとうございます。